はい、今日も食べてまいります。はい、よし、もう、お、なんか、あの、ちょっとなんか、なんかね、やっぱ私がね、ここ来るって、ね、特別になる、特別になっていっちゃう、よらない方がいい。なんか、やっぱり、知り合いなので気を使ってくれて美味しそうな料理を出してくれます。はい、じゃあ、いつもの通りやっていきましょう。いつもの通りやっていきます。はい、手をまず手をで料理の紹介です。これなんかスマホね、スマホでやるのが結構良かったです。はい、なんか鴨肉、カジノ、エビ、ご飯、今回のワンダネは何でしょう、何かな。あ、魚眼&冬瓜でございます。魚眼&冬瓜でございます。いいですかね。はいはいはい、美味しそう。じゃあ毎度のことですけど、黙々と食べていきます。はい、食べていきますよ。黙々と食べるだけの動画になってみます。食べるだけのやっておりますが、うまいからね、ここの料理毎度おいしいから、毎度おいしゅうございます。価格的にこうそうだね。はい、いくよ。まあ、ちょっとこれ、うん、あ、出し終わった。で、毎回やる儀式というか、やるお約束がございます。はい、エビの、もうエビ殻が出るからここでやるか。エビはもう先に殻を取る。エビの殻先に取る。これ先にやっとかないと、途中でエビ食べようとすると手汚れるのかって。はい、オッケーよっしゃ。よし、あれだね、これもう何回もここ来てるから、エビの殻取るのとかもうめっちゃ滑らか。今日のエビでかいな。いきなり、はい、馬車今日すくいました系のやつ取れてないときもあるから、背わたりちょっと取れてないとき、なんかこっちの人背わた気にしないんだよ。あんまり気にしないけど、結構気にする。日本人なら背わたは取ってくれてる。はい、で一応まず背わた取って、手動取り、はい、では背わたOK。 背わた取ってる場合と取ってない場合があるんだよね。なんでなんだろう。まあ、食べてもまあ普通のペレットなんだから問題ないだろうっていう感じだから。で、まあ、はい、早速のエビ、はい、早速のこれさ、背わたつけるとすごいな。まあいいや、うまい。
全然それは気にならないね。めっちゃ寒い。これなんで切ってあるかってもう簡単にわかるよ。切ってないと結構ね、硬いからね。おじいちゃんおばあちゃんが辛いかもしれない。私は大丈夫だけど。この辺はいつでもあるんだろう。あんまりうまい。すごい。肉はね、この脂身隣接ゾーンのところがね、うまみになるね。でこれ、はい、うめえ、これうめえわ。これ、牡蠣葉っぱ、牡蠣&バジルの葉っぱ一緒に揚げ、このコンビネーションがうまい。このコンビネーションもそう。イカ、例によって例のが飛ぶ、甘みのあるイカ、いいね。やらしい味なのか、ここの味付け全部が。極端な味付けしないからね。唯一ちょっと辛いのがこのキムチぐらいで。これは辛い。今日はだから、溶岩ね。そして、すり身の団子。で、豆腐。多分これ完食するのめっちゃ時間かかる。でも歯応えがね、そこら辺のなんか若鶏なんちゃら照り焼きみたいなのすごいな、鶏肉とかと違って歯応えが半端ないから。旨味は詰まっている。
まあ確かに違うもんね、あの鴨の肉と鶏肉って普通に鶏の肉違うもんね、あの鶏の肉のあの白っぽい色と鴨のこのめちゃくちゃ長い距離飛べますみたいな、あの血の入ったこうインボンロールとかそうな筋肉の色がもう違うもんね、これも中に飛んできましたみたいな、もう歯ごたえが全体的に違うから、ビール飲む人とのダメなもんだよこれ。無限に出る肉の旨味を味わいながら、ビール飲んだらいけないんだよね、もうバイクできちゃってるからね。美味しいんだけど、問題はなんか噛むのに力いるから食べ始めたら黙り込んじゃうところで、ね、鴨の切り焼きよりのこのサイドメニューのはずだった秋バジル揚げが、これがものすごく大ヒット、うめえもんこれ。醤油つけて味変させてもうまいんだけど、うん、うまいね。うん、うん、まあそうだ、こんなもんだね。はい、じゃあね。